英検4級になると forget とその過去形 forgot が出題されます。I forgot my pencil case のように忘れたものが forgot の後に来ることもあれば I forgot to set my alarm clock このように「Forget」の後に「To」と動詞の原型を置いて「何々をし忘れた」と表現することもあります。どちらにも慣れておきましょう。